はい、小森さん始めます広告を消す作業ですけども、クリックしてブログを書く行きまして、えー、広告を消したいサイト、例えばこの消えゆく国日本というのをまずやってみましょう、普通の画面ですね、見てください、広告、ここ入ってますね、えー、ここにも、これも広告です、でここにも広告、だいたい3つ入ってるんですよ、この広告を消すにはどうすればいいかということなんですけども、消えゆく日本の えー、このですね設定を置いいてください設,定を設定をクリックした後にこういうのが出ますので広告設定というのがありますね広告設定をクリックしますで広告を表示しないにチェックしていただいてすべてチェックしていただいてこれを保存します保存が完了したでしょうか完了しましたそうすると教育日本のこのさっきのブログはどういうふうになるでしょうかということなんですけどもこれを更新してみますねはいじゃあ広告出たでしょうか 広告出てますね、これね。広告出てます。あ、こっちの作業ができてないですね。えー、デザインの方で、デザインいきますね。で、ここでコンテンツいきますね。はい。ここで、この×でね、ピンク色のが全部広告ですから、ピンク色のをこうやってチェックして、×を押して消してしまって保存いきましょう。はい。そうすると、消えると思います。 はい、広告もう出てないですね。広告消えました、はいえーと。広告を消すのに動作が2ついるということでしたね。まずは、えー、とデザインの方で広告を消すのと、もう1つのファイルマネージャーの広告設定のところから広告を消すということになってきます。ちょっと2分ほどの動画になりましたけれども、これでいかがでしょうか。